はようございます。西遊記はよく知られた明代の長編小説です。三蔵法師玄奘が孫悟空、猪八戒、沙悟浄らと共に様々な妖魔の困難を乗り越えて遠くインドに至り、多くの大乗経典を得て帰るという物語です。三蔵法師というと玄奘のことを指す言葉のように思われていますが、もともとは経律論の三蔵に精通したそうであり、薬経僧の尊称として用いられるものです。多くの薬経僧の中でも玄奘がとりわけ有名だったので、三蔵法師というと玄奘のことを指すように受け取られているのです。日本で大師は弘法に奪われ、太后は秀吉に奪わるというように、大師という称号をいただいた僧は大勢いますが、大師といえば弘法大師を指すようになり、太后といえば秀吉を指すようになっているのと同じなのであります。さて、日本で最も読まれているお経といえば、まず般若心経だと思いますが、この般若心経も玄奘三蔵法師の訳であります。般若心経の人気というのは私も実感させられています。コロナ禍になってたくさんの動画を配信してきましたが、最も多くの方に見ていただいたのが、何といっても般若心経の講義なのであります。花園大学で講義している般若心経の動画は第1回が19万回も再生されているのです。これは今も花園大学公開講座というチャンネルで視聴できます。この般若心経を翻訳された玄奘がどんな方かというと、広辞苑には東大の僧、発想宗、苦舎宗の開祖、迦南の人、四大薬経家の一人、629年長安を出発し、天山南路からインドに至り、ナーランダ寺の開堅らに学び、645年帰国後、大般若経、苦舎論、上唯識論など多数の仏典を翻訳、玄奘以前の訳を苦訳とし、玄奘以後の新訳と区別する、玄奘三蔵三蔵法師、西暦602年から664年と説明されています。27歳の時に長安を出てインドに至り、43歳で中国に帰って、62歳で亡くなるまで翻訳に勤められた方なのであります。四大薬経家の一人とありますが、これはクマラ獣、神体、玄奘三蔵、福空金剛の4名であります。さて、玄奘について岩波書店の仏教辞典でもう少し詳しく調べてみますと、はじめ涅槃経や小大乗論を学んだが、さらにアビダルマ論や唯識学を原点に基づいて研究しようと志し、独力で629年に長安を出発し、関南進駆しつつ、新疆省の北路、西トルキスタン、アフガニスタンからインドに入り、中インドのナーランダ寺院でシーラバドラ、開堅に師事して唯識説を学び、インド各地の仏跡を訪ね、仏像仏舎利のほか、ボンポン、サンスクリットの経典、657部を携え、645年に長安へ帰ったというのであります。それから帰国の年、彼の翻訳事業のために勅命によって建てられた国立翻訳機関としての本教院において弟子らと共に仏典の翻訳を開始した。翻訳されたものは大般若経全600巻をはじめ75部1335巻に上るというのであります。
当時敦煌の北西100キロの玉門関より西に行くことは禁じられていましたので、国禁を犯しての出国でした。途中タクラマカン砂漠を越えていきます。ジオン殿にはあるはずの泉は見つからず、水を入れる袋もひっくり返してしまった。しかも道に迷う。だが現状は、私は先に誓ったではないか、インドに達するまでは一歩も東には帰らぬと。何のためにここまで来たのか、東に向いて生きながらえるよりむしろ西に向かって死ぬべきであると思い直して先へ進んだのでした。この一歩も東へは帰らないという決意が不当の二文字に表されています。しかしどこまで行っても砂漠でした。5日間水が飲めず、ついに倒れてしまいますが、現状は観世音菩薩を念じ続けました。すると夜になって涼風が吹き、しばらく行くと草原、そして池が現れたというのであります。現状が頼りとしたのは観世音菩薩と般若心経だったのでした。さらに悪鬼に襲われた時には、観世音菩薩を念じたけれども悪鬼は去らず、般若心経を唱えると悪鬼も消えたと書かれています。現状は益州の寺の法師から、インドまで行く道はとても厳しく、砂漠あり高い山脈ありで難しい、しかし般若心経を覚えていれば生き返りを守ってくれるだろうと、その僧から口づてに般若心経を授かっていたというのです。般若心経はそのように功徳のある経典として信仰されていたのでした。般若心経は現状以前にもクマラ中によって翻訳されていたのでした。興味深いことに、この般若心経の梵文、サンスクリット文の原本はインドにも他のアジア諸国にも見つかっていないのですが、なんと我が国法隆寺に保存されていたのでした。西暦609年、小野妹子が支那から伝来したと伝えられますが、確かではないということです。もしそうだとすれば、まだ玄奘がインドに行く前になります。今では7世紀から8世紀頃の写本であろうとされています。それでも玄奘が翻訳されていた頃に近いものになります。今も日本で多くの人によって読まれたり写経されている般若心経、インドから持ち帰って翻訳された玄奘三蔵法師などのご苦労あってのこそ今読むことができるのであります。信仰の力、先人の苦労を思います。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、足に力を入れて、この大地に支えられていることを感じて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながらぎゅっと肩を持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。
おへその下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。